流スタート。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。どうもリア充撲滅委員会所属プレミアリュウです。それとヤスリです。はい、今日もやってまいりました。皆様2月14日は一体何の日だかわかりますか？バレンタイン。そうです、忌々しいバレンタインでございますよ。毎年この漢字の行動をやってるんですよ。こうやってるんですけども、バレンタイン毎年私の恒例行事作ってるんですよ。バレンタインって普通女子からもらうもんじゃもらったことあります？ない。よしよしよし。お互いヒリアなんでね。はい。ということで、私たちリア充撲滅委員会も勝手に強制で入っちゃってますけど、今回作る企画はですね、とても簡単でございます。自分たちで、私恒例行事なんですけど、チョコレート作りましょう。ただのチョコレートじゃありません。ベスト3のチョコレートです。だよね。そう。ということで、また今年も作ります。まあ、例年ですと、じゃがいものパシリっていうおとメンバーに仕掛けてるんですけども、今回のターゲットはクラス全員に、ほぼ全員に仕掛けていきたいと思います。はい。ということで、早速材料を買い出しに行きましょう。はい。何のチョコレートを作ります？普通にチョコレート溶かして、テストス入れて、とかね、固める？それでいいと思うよ。あとなんか、ネットで作り方調べてっていう。な感じで、いろいろやっていこうと思います。ということで、早速やっていこう。それじゃあ、作業開始だ。行くぞ！レッツゴー！さあ、ということでやっていきましょう。今回はガスコンロを使ってやっていこうと思います。ということで、今日買ってきた材料がこっちだ。何から紹介すればいいんだ？じゃあまずこれね。チョコレートでーす。メイチだっけ？なんかそういう感じのありますよね。ということで、チョコレートこれ10個でーす。もうこのまま食べたいです。はい。はい。よいしょ。で、型だね、型で、こちら、バイオレット EX でーす。はい、ただの箱ですね。バイオレット EX ねのボックスだね、バイオレット EX。あとチョコレートかなあったで、これね、まだ未知数なんですけど、フリフリクリームメーカー、これね、どうだろうね、ちゃんと反応してくれるかよくわかんないですけども、まあ、こいつを使うために多分クリームが必要なんですけども、そのクリームが対応してるかどうかわかんないんだよね。これね、これ純正クリーム北海道ってやつ。これ対応してるかよくわかんないけどさ、まあ、これでやっていこうかと思います。でこれホイップの仕事であるからこれ見てやります。大丈夫。はい、これココアパウダーと包装紙ということで8個チョコレートをぶち込んでいきたいと思います。8個で 200g なのね。はい、これで24人分作れる。24人分ね。はい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 。このまま食いてー、このまま食いたいのがやばいものなんだよ。こうやって向こう側に開けていく。もうほんとは包丁で溶けるようにやった方がいいんだろうけど、これ1個増やせる間近でね、こうやってやってる。ある違うよ、こうだよ、こう。ほらもうめっちゃあ気持ちいい。めちゃくちゃ割れて気持ちいいんだよ。でこれだと溶けない可能性あるから、マジで細かくやった方がいいってさ。これ足りる？大丈夫？足りるはするけど、足りるっていうのはボールの容量。じゃあ続いて生クリームやっていきます。この中にまず生クリームぶち込んでいいんだよね。そうだね、ぶち込む。じゃあ生クリームめちゃくちゃいい匂い入れまーす。イン。あ、いい匂いですね。うわ、ついた。弱火。はい、これでやっていくと。で、これ回せた方がいいよね。うん。だよね、そうだよね。回す。とりあえず沸騰直前まで温める感じです。沸騰寸前です。うん、ですね。もういいってことじゃ。うん。いいと思う。もうちょっとやった方がいいね。いや。もういい。もう止めていい。止めます。はい。で、次こいつをカチンして。カチン。ああ、なるね、これね。これちょっと持ってて。俺マジ熱いの無理。この中垂らしてていい？ダメ。いきます。と入れますよ、はい、せーのイン。おお、よし、混ぜろー。はい、はい、で混ぜます。うわ、すごい、めっちゃ溶けてる。え、マジ？ちょっと貸して貸して。うわ、溶けてる溶けてる溶けてる、すげえ。え、めっちゃいい匂いする。待って、いい匂いいい匂い。大成功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 。待って、おい、これ絶対生クリーム。いや、怖いのってほら、めっちゃかき混ぜてけばさ、いつの間にか全部ちゃんとなってるっていう。そうだねそうだね。あのカレー飯とかもそうじゃん。作ったことある？あー、分かる分かる。ほらおお、ほらいくら出た？ほらね、カレー飯現象。そう、カレー飯現象。これ最初カレー飯は、お湯でドロッドロだよね。ドロッドロだけど、こうやってかき混ぜるとなるんですね。すげえ綺麗。やばい、大成功かもしれない。でもここ流れてソース入れるから。そう。え、めっちゃいい匂い。これすごいです。これすごいマジで。でも結構まだ塊があるから。そう。ここでかき混ぜていくと。俺のドラゴンボールヒーローズの巨大化モードに携えたこの力で。いいっすね。大丈夫かな？こうだこう。いくぞ見てろ。絶対無理ですね。何？あ、まあまあ。じゃあ俺が入れよう。お、量を任せる。もし俺らは食わないから。ああ、バカでしょこれは。バレるでしょこれは。何も言わないでいいのか。そう。あ、ごめん、これ多すぎだ。で、何も考えず入れました。いや、正味ちょっと赤くなるだけ。どうしたの？いや、やばい、もう嫌いなんだよね、デストスの匂い俺。うわ、うわ、ちょっと待って、侵食するって。行くぞ。時間と口だけでちょっと手つきやった。俺はな、なんとなく分かったぞ。ただな、動画的にこういうのはな、発表しない方がね、面白くないんだよ。殺してやっかんな、お前。お前ぶっ殺してやる。お前何入れたこれに。言ってみろ。だろうな。俺めっちゃ辛いもん今。てかめっちゃ酸っぱい。俺ね、辛いもの苦手なんだよ。カレーで汗出る男なんだよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それではせーの、バイバイ。